言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。カウントダウン TV ライブライブマスタープランテレビ初披露ということで、皆さんも見た方たくさんいらっしゃると思いますし、私も見させてもらいました。何回もリピートしてみましたね。 TVer の方でも見まして、で TVer の方のリンクも貼っておきますけれども、そこでいいねボタンだったりとか、それからお気に入り登録とかまだの方はしていただいたりとか、シェアをして X でいろいろつぶやいたりとか、そういうことをすると、BE:FIRSTが出たことによって視聴率というか TVer なので再生率が上がったりなんていうのがあるから、そこはね本当にBE:FIRSTがいたから出たからっていうところで、それはアピールじゃないですけど、示すために見るのがいいと思うし、いろいろとやるのがいいと思います。はい、っていう感じなんですけれど、衝撃的でしたね。もうベスティは当然高い祝いの人たちもすごい良い反応をたくさん示してくれていまして、神々しさを感じましたし、この頼もしさも感じましたし、マスラオと言いますか、侍と言いますか、そういった部分も感じました。改めてダンスパフォーマンスとかも見たりとかはしていますが、もちろんね。でもアニメーションダンス的な動きだったり、もともと和の要素を入れたトラックに、その内容としても日本初っていう部分を意識して、 MV も桜があったりなんかして、そういうのもありつつで、でもソータ君とレイナさんが作ったコレオダンスの振り付けが、アニメーションダンスが操り人形みたいな感じだったりとか、そういう風にも見えたりするし、ある意味ね、ちょっとドリルっていう部分の音楽、ドリルミュージックっていうトラックの部分が持っている怖さみたいなとこ、不気味さ的な部分っていうのを和のそういった要素と合わせることで、不気味さというところはちょっと残りつつで、私はそのホラーが好きなので、ちょっと人形系のホラー要素とかもありつつかなって思いつつ、ただそこではなく、大半は日本らしさっていうものが出ているトラック、それを表現するのにまさにうってつけの彼らのパフォーマンス力、その K-POP とまた違うところでそのアピールできる彼らのやり方、ハンドマイクであり生歌でありって部分含めて、本当にメイドインジャパン、ここにありき、ここに極まれり、そして極まったとは言いつつも、ここがスタート地点というさらに恐ろしい話でございます。恐ろしいというのは褒め言葉で、はい、初見の方もね、当然ですけど、みんな絶賛してくれてる方多いですけど、もしかしたらその驚異的に思って警戒する人もいるのかもしれません。ただそれ以上にサポートしてくれる人、応援してくれる人が多くなるだろうなっていうところをすごくひしひしと感じるところがあります。ありがたいことです。ここにも貼ってあるかもしれませんけれども、パフォーマンスはゴリゴリだけど、写真はねとても彼ららしいと言いますか、結構いい感じで、普通の写真の写り方はしないなっていうところで可愛く写っておりますね。でそこも含めていいバランスを持ってるなと思いますし、で今回特に新規の方や高い祝いの方とかの反応がすごく今までと様相が変わっているなっていうのも感じまして、日本最高レベルだったりとか異次元みたいな感じのことを、これを言ってみれば身内の私たちが言うのは当然言うじゃないですか。そうではなく、いろいろと調べてみた感じで、明らかに高い祝いの人がそのように言ってくれているっていうのがありました。ビバラロックとジャパンジャムのレポートも上げさせていただきまして、ビバラロックに関してはダイレクトに現場の反応も私は見ておりますし、ジャパンジャムに関してもジャパンジャム行かれた YouTuber さんやいろんなアカウントの人たちがそれについても言及してくれていますし、とにかく現場ライブでも異次元ですが、テレビでも全く負けておらず、当然そのパフォーマンスの見せ方としてテレビとライブでは違うし、またロックフェスっていうものの様相も違うでしょうが、
初のフル歌唱といいますか、フルパフォーマンスカウントダウン TV でやりまして、でカメラワークなどが非常に良かったなという印象でございますね。おそらくいろいろと今の時代のフェーズも変わってきまして、そこの中でカメラの撮り方だったりとかも変わってくるのかなって気はします。まあいろいろとこのね、全部細かいところを気にしていくと、もしかしたら気になっていくところもあるのかもしれないし、そういうのが気になるタイプの方もいらっしゃるとは思います。でもまあそこの部分は差し引いた上で、彼らが最高であることは間違いがなくて、さらに言うと何かしらがもしも、まあなんかあったわけじゃないんですよ。ただ今までの今までだがあれなもんですから、何かしら気づく人は何か気づくこともあんのかなと思って、私はその辺がもともと鈍感なのかあんまり何も気づきませんが、でも今回音響も良かったし、カメラワークも良かったし、結構いい感じだった気がしますがね。フル歌唱でもあったしね。うん、一つ、ポストで気になったのが、デイリー1位とかそういう感じのところを書いてて、MV の最速で1000万回とかその他諸々の部分だったり、ビバラとかその辺での歌唱みたいなところの話はなかったけど、多分 VTR を作ったのが結構前だったんじゃないかなっていう気がしますよね。おそらくなんですけど、カウントダウン TV でテレビでは初披露になりましたが、マスタープランが出るタイミングで当然テレビ番組からオファーってあったと思うんですよね。それこそ初週に披露した方がいいっていうのはあるので、ただ初週はラジオをがっつりと言って、披露する場所としてはドーム公演の後の初披露はビバラロック、そしてジャパンジャムだったわけですね。現場といいますか、ライブ会場でフェスでの披露を優先させるっていうところで、でもその VTR 自体を早めに作んなきゃいけないですから、多分作ったタイミングとかがそれこそマスタープランが出たばっかりとかで、それでデイリー1位とかその段階ではそうだったのかなっていう気はしますよ。まあビルボードでね、1位ブリンバンバンボーンをね、なんとか僅差で、まあポイント的には6000ぐらいちゃんとあったけど、個人的には僅差ですね、それで行きましたけど、多分そこの段階の部分で作っていればそれも言ってくれたと思いますが、多分そこではなかったのかなっていう気はします。はい。でそれ含めいろんな皆さんの反応があるわけですけれど、一応まとめたんで、トレンド入りをね、カウントダウン TV ライブライブフルサイズテレビ初披露の後にありました。まずトレンド入り日本1位世界1位でカウントダウン TV ライブライブで、 BF マスタープランが日本3位世界3位、そして最高傑作が最低条件っていうのをハッシュタグでトレンド入りをしてまして、それが日本5位世界6位ということになっています。他にもそのビファちゃんだったり、テレビ初披露だったり、フルサイズだったり、あとシャイニングワン、シュントなどがトレンド入りしておりますね。シュントに関してはね、ウーバーワールドがね、やはりジャパンジャム、ビバラロックとジャパンジャム両方とも同じ日で、そこでね、シュントくんが歌ってくれたっていうかね、アンコールアゲインやった部分もありつつで、また別個の何かかもしれませんけれども、まあそんな感じですね。でですね、高い祝いの人たちの反応をブログでまとめてるんで、まあ、ちょっと今回読ませてもらいますけど、なぜかというとちょっとこれから歯医者に行って親知らず抜いたところの糸を取るんでね。はい、そんな感じです。この動画上がってるのも昼になってるかもしれない、間に合ったら午前にやります。で、高い祝いの人とか初見の方のですね、コメントです。 BE:FIRST 詳しくないけど、テレビで見るたびにソータって人にいつも目がいってしまう、動きが人間じゃないというか異次元っていうね。はい、これね、そうなんですよ。ソータくんはダンスがね、それこそなんか CG 使ってるんじゃないかって疑われるぐらいにそうなるんですけど、異次元なんですよね。本当にどうやってこんな動きしてるんだろうっていうか、同じ人類なのかなって思ったりするところも、宇宙人説もあるけど、まさにその通りで、
いや、そうですよね。でもテレビで見るたびにっていうことなんで、この方はそうたくんを結構注目してくれていたんだなと思ってありがたいです。で、気になってた BE:FIRST、 やはり歌うますぎ、激しく踊りながらだし、録音したやつかなと思って聞いていたら、アレンジしてるし本当に歌ってる、大人がハマるの納得だし、子供にも勧めたい、歌もダンスも本物、ありがとうございます。そうなんですよ。まあ、録音したやつって、そのオケをね、流して、こうね、口パクでっていう、口パクが悪いってことではないんですよ。ここニュアンス本当に難しいんですけど、アイドルという文化で言うと、それって普通のことで、ただその BE:FIRST がアイドル、アーティストっていう部分を超えて、両方の要素を持ってるっていう部分はあると思うけど、アーティストっていう部分を示すために、昔で言うとバックストリートボーイズとかのように、自分たちで曲も作るし生で歌うしっていうところは大事なわけですね。だからそこの部分で、やはりアイドル文化っていうところに慣れてる人たちが、その生歌っていうところでね、そこはやはりすごく良いことだと思ってます。これはニュアンス難しいですけど、 BE:FIRST が目指してる方向性として、それが成功してるっていうところなんで。で、アレンジしてるしっていうところですけど、特に今回はね、りょうきくんがね、アレンジしてるのが本当に分かりやすくて、あれは初見の方でも、この人のここ、CD 音源ではないんだろうなっていうのは分かるわけですね。はい。まあ、そこ本当にありましたね。そして、BE:FIRST すごすぎる。あんなに踊っているのに生歌で、しかもあんなにうまいの信じられないんだが、ラビットでレオくんに出会って、マスタープランに出会えたけど、本当に最高すぎると。はい、ラビットのレオくんのことも言ってくれております。そう、あんなに踊って生歌、しかもあんなにうまいっていうことで、ありがたいことですね。そして、待って、テレビ見てたら BE:FIRST さんすごすぎた、生歌よねっていう。そう、生歌であることをすごく、その反応してくださってる新規の方、新規の方、高い祝いの方多くて、初見の方もかな。やっぱりそこなんですね。私たちは彼らが生歌だっていうことは知っているし、特に2021年から追ってる 人としては、生歌でやってることによって、音程とか最初のうちはなかなかうまくいかないことも多かったけれどもってところも知ってる人も多いと思う。でもすごいよ、頑張ってるねみたいな感じで親心で応援していた時代もね、私もありますし、皆さんの中にもそのタイプの方いらっしゃると思う。生歌なんですよ、すごいですよね。私たちも未だにそう思っています。で、BE:FIRST のあの歌のうまさ、ちゃんと歌ってるってマジうますぎんだろうっていうね、この方の生歌の話で。で、ガチですごい BE:FIRST、 Y にも分かるレベル違うこと、マスタープランやばい、 BE:FIRST さんやばい、これが生歌ですと、っていうね、その感じですよ。そうですね。ちょっとサムネイルにはね、生歌である、生歌でない的な形を言うと、暇な人たちがちょっとそれに反応してしまうので、サムネイルには書いていませんが、生歌であるっていうことが、やはりすごく、新規の方や高い場の人に反応がすごくあったっていうのは間違いがないんです。はい、サムネイルには、あのメンバーへの反応っていう形で、それは後に語りますが、まあ、察しがついてる方はもうついてる可能性もありますが、そうなんですね。それもあるんですけれど、まあ、とにかくそうなんです。生歌なんですよね。で、この次にメモった方、これね。この方のコメント、非常に自分としても刺さったんですね。歌って踊ると歌っている、そういう風に、歌って踊るっていう風に言っているグループでも、かぶせだったり口パクが多いんですよ。口パクでも悪くない、ダンスが揃うから。ここ大事ね。そう、ダンス揃うっていうところ。口パクは悪くないって、ここ大事ね。何回も言います。大事です。ここは口パクもいいんです。はい。で、でも BE:FIRST というグループは踊りながらも全て生歌でした。なんだこのレベルは、衝撃すぎる。三浦大知がたくさんいるみたいなグループを見つけたぞ。日本最高レベルじゃないかっていうね。そう、日本最高レベルおよび異次元という言葉をサムネにつけましたが、この方のコメント非常に良かったんで使わせていただきました。高い場合の方で日本最高レベルは本当にありがたいです。はい、日本最高レベルでございますから、もちろん世界に行きます。はい、応援したいと思います。よかったら応援手伝ってくださいね。で、そうなんですよ。いや、だから三浦大知がたくさんいるみたいなグループ、そう、だからそこはマジですごい、すごいなと思いました。でも実際その言えて妙で、確かにそうですよね。だから三浦大知さんも当然
スカイハイ含め BE:FIRST のことをちゃんとなんかすごく今日注目してくれているし、そこもありがたいんですけども、高い割の方から日本最高レベルと言っていただいたことも非常にありがたいと思いました。はい、続きまして、いやいやおかしい BE:FIRST さん、新曲のレベル高すぎるでしょ、口パクかと思うけどちゃんと見てやっぱり歌ってるよねの繰り返しっていうね、だそうでございます。はい、そうなんですよね。いやなんかね、そこの部分やっぱりすごい反応してくれてる方多くて、うん、でもやっぱり分かるんだなって、まあ分かるか、分かりますよね、それは。うん、まあ、りょうきくん、ここに関してはりょうきくんグッジョブだと思ってる。神の導きをのところとかの、あれもどう考えてもね、あれは生歌に決まってるっていうところなんで。はい。そして BE:FIRST は前から上手だったけど、紅白で見た時より歌唱力、生歌力上がってるっていうやつ。そして多分これね、スノータンの方、スノーマンのファンの方なんですけど、BE:FIRST さんダンスも上手いし、歌も超絶お上手。で、ルネの方、エンティームファンの方、BE:FIRST さん、本当に曲が良すぎるし、ダンスがやばいっすね、マジ、みたいなことです。で、あとね、映画のことを普段はつぶやいてるアカウントの方みたいなんですけど、そことは違うけど、ポストしてくれた方がいた。待って待って、BE:FIRST っていうグループをテレビで初めてじっくり見たんだけど、最後まで家族全員釘付けだった。ここ大事ね、家族全員っていうところも大事。映画関係ないけど、どうしてもつぶやきたかった。追ってみようかなっていうね。はい。ね、ドキュメンタリー映画ありますんで、映画を好きな方だったらおすすめいたします。はい、そして、自分を含めて家族誰もメンバーの名前知らないのに全員 BE:FIRST のことを絶賛してて、大絶賛しててやばいっていうのもありました。家族で見てるっていうのが素晴らしいですよね。一緒に見ていて、もしかしたらご自身がの場合もあるし、他のご家族の方がっていうパターンもあるかもだけど、ハマってくれるかもしれませんからね。はい、ありがたいと思います。で、ここからですね、とあるメンバーに注目度が高いということですけど、レオくんですね、TBS なんですよ、カウントダウン TV ライブライブ。まあ私が言わなくたって皆さん知ってるでしょうけど、ラビットも TBS なんですよ。これも皆さん当たり前だけど知ってますね。やっぱり、TBS だっていうところでラビット見てる方も多いみたいで、今回本当に全然一部しか紹介できてませんけど、これから話すやつ。レオくんへの言及多かったです。さっきも1個ね、レオくんの話のやつ1個ありましたけど、はい、とにかくそんな感じです。レオくんへの反応特に多いです。絶賛してくれてます。ラビットファンはレオくんを応援してますっていうのがありました。いつもラビットで見てるレオくんが歌って踊ってるところを見たら、ダンスかっこいいし歌声が素敵だった。深みがあるいい声ですよね。BE:FIRST って今までならあんまり見てこなかったけど、ラビットでレオがめっちゃ出てるから、親戚の子出てるみたいな気持ちになっちゃうっていうのがありました。で、ほえー、BE:FIRST うまいな、レオ見るとどうしてもラビットのことを思っちゃうっていうね。ラビットの子っていうね、ラビットの子供の子ですはい、ラビットに出てる子のように感じる方が多く、まあラビットファンの方ですね。で、レオくんといえば、ラビットでカレー完食してギャル曽根さんの座を奪おうとしてたニコニコ爽やか高青年のイメージなのだ。あんな小顔でバキバキに踊るなんて恐ろしい、若い子恐ろしいっていうね、コメントもありました。はい、最初でもギャル曽根さんもレオくん気に入ってくれてね、すごくありがたいと思ってます。動画でもね、レオくんからのプレゼントのやつ紹介してくれてましたから。で、BE:FIRST のレオくん、ラビットではめちゃくちゃ可愛い弟くんなのに本職バリかっこいいな、これぞギャップだなっていうのがありましたね。弟くんですよね。なんか芸人さんたち通信に可愛がられているのが非常にありがたいと思ってます。はい、で、同じ TBS でもこんなにレオくんの見せ方は違うんですね。そもそもかっこいいんだよな。でもそろそろ白飯かっくらうレオくんも見たいところですっていうね。まあ最近はちょっと白飯かっくらう系のやつそんなにないですからね。はい、っていうところです。で、BE:FIRST はいつ見ても安定で迫力えぐかったな。レオくん、ラビットの時と雰囲気違いすぎて毎回混乱する。あと、りょうきくんの目力強すぎる、かっこよ。これを含めて見るとこ多すぎて目が足りん。落ち着いて聞く余裕なんてなかったから復習せなあかんっていうね。すいません、私は関西の人間じゃないんで関西弁は超エセです。全然できないんで関東弁で話してます。失礼しております。はい、ってことですね。うん。で、特にラビットファンの方、最近特に思ってますけど、レオくんから入ってきて、本業の彼、レオくんと、で、そこの6人も見て、それで感動してくれる人が非常に多いですね。
まあ、今回涼介くんの目力って部分についても言ってくれましたけど、朝ドラがね、やはり涼介くんがこの出てくる虎に翼、あの猪爪直明が涼介くんが出てくる週になってきたら、涼介くんから来るって人もまた増えるでしょうし、それもまた楽しみに待ちたいと思っていますが、はい。まあ、であのどうしてもね、 BE:FIRST 怖いっていうイメージ抱かれがちだっていうのはちょっとありますし、マスタープランだって普通に考えたらだいぶいかついですし、だいぶ治安悪めですし、まあ怖いかもしれない。でもあのニコニコレオくん、もぐもぐレオくんのイメージで来てくれる人が多く、あんな優しい男、あんな可愛い男いませんから。だからそこで来てくれるんで、まあこれとギャップだなっていうのもありましたけど、あのそれであの親近感の強い状態で来てくれて、それであのパフォーマンス、歌もダンスもゴリゴリでびっくりされるっていうパターンが出来上がっていて、非常にありがたいし、ラビット様々でございますね。あの本当に貴重だと思います。で、まああれですね、やっぱり先ほども言いましたけど、あの同じ TBS でも見せ方違うんですねっていうコメントもあったわけですけど、やっぱレオくんのことを言う新規の方とか初見の方多いですね、ラビットファン含め。うん。で、当たり前ですけど X でつぶやく人っていうのはごく一部ですから、ね、皆さんも X でつぶやかない方が大半だと思いますから、だからそれごく一部なんですよ。でもごく一部だけでも私がレオくんに関するやつ全部拾いきるの大変で、拾いきってたらそれで一日潰れちゃうなと思いました。相当たくさんの人が見てくれてるのは間違いがないと思います。で、場合によってはそこから MV マスタープランから入ってもらって、今サブスクとかもありますし、まあ、まず YouTube とかから行ってくれるでしょうし、で、もしかしたらいろいろと調べてもらって THEFIRST とかに行き着いてくれるかもしれませんし、で、Hulu 入ってる方だったらフルバージョンで THEFIRST を見てくれたりだったり、それからあの BE:FIRST TV なんかの昔のコンテンツも今もね、まだ入れますから、バラエティで見てくれたりもするでしょうし、そんな感じになってくれる人も増えると思うので嬉しいことですね。実際その番組きっかけにして THEFIRST を見たっていうか履修したっていう感じの人もたくさんね、今までも見てきまして、だからそのおかげもあって THEFIRST は未だに Hulu でドキュメンタリーとか音楽ジャンルのたまに1位を取るし、結構そんな感じになってるんですよね。ありがたいと思っています。はい、というわけでカウントダウン TV ライブライブのマスタープラン、新規の方の反応が明らかに、まあ、今までと違ってきてるなっていう、私たちが日本最高レベル、世界レベルって言ったり、異次元っていうね、ベスティがそれを言うのは当然ちゃ当然なわけですよ。でもそうではなく、ベスティではない方たちがそれを言ってくれているっていうところを含め、まあすごいことになってきたなっていうね、ありがたいですねっていうことと、特にあのメンバーへの反応って書きましたが、レオくんへの反応、まあ、TBS つながりっていうことでね、やはりすごいありがたいと思います。そしてあんだけバチバチのパフォーマンスかましましたが、直前のね、似てないモノマネをやったやつだったりとか、あとまた別個ですけど、マスタープラン MV のリアクション、セルフリアクションだったりとか、あれはとても可愛いし、相変わらずの元気で面白く、全然ツッコミとボケが、ボケはたくさんいますが、ツッコミが成り立たないっていうね、いつも通りの楽しいわちゃわちゃを見せてくれまして、爆笑もさせてもらいますんで、ありがたいことでございますね。タイミング的にも神ですよね。マスタープランの MV 気になって、それで見に行ってくれた新規の方とかが自分たちがリアクションしてるのとか見てもらって、で、リアクション、メンバーがリアクションする系の動画とかも K-POP とか含めてたくさんあるけど、 BE:FIRST のセルフリアクションはまた全然なんか種類が違くて、なんか本当にわちゃわちゃしてるなっていうのがあるんで、そこも楽しいですからね。はい、というわけで唯一無二のグループとしていろんな方面に認知されてきていると思いますんで、今後がさらに楽しみになってまいりました。またね、テレビ番組に出演も決まってますし、フェス期間でもあるから、今後もいろんなフェスありますし、私もいろいろと申し込んではいるので、それ当選したら行ってくる予定ですんで、またビバラの時みたいにいろいろと自分でもレポートも出したいと思いますし、皆さんのレポートも紹介したいと思っています。はいはい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。
ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。グランパンパース現在登録者数2万人を目指しております。理由というのもございまして、いろいろとね、日本のカルチャーを世界にっていうところに自分も興味を持ってやっているところなんですけれども、登録者数が多いと新規の方も来やすくなりまして、それで説得力も増すっていうところがありまして、いろいろ考えた末に登録者数を増やしていきたいなっていうふうに思うようになりました。あとシンガーだったりダンサーだったりとか、元芸能界にいた人間とかでもない人間として、一般人でもこれだけできるよっていうところがあると、まあ何かしらの形でなんか皆さんに希望とか夢とか与えられるっていうのももしかしたらあるのかもしれないと、おこがましいのですが考えたりしているところでございます。はい、いろんなグループ取り扱っていまして、アーティストも取り扱っていますが、非常に楽しく活動させていただいております。で、登録ですけれども、登録に関しては YouTube は全て無料でございまして、こっちに通知が来ることもありませんし、万が一私のチャンネルが合わないと思った時に解除する時も私の方に一切通知は来ませんので、安心して登録していただけると思っております。そしてすでに登録してくださっている方、本当にありがとうございます。一度登録したけど解除したよっていう方で、もう一度じゃあ登録してやろうかなっていう方も、もしよかったらよろしくお願いします。今後とも精進してまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。